今回は、宇宙世紀で多分トップクラスに不憫な人に対するネットの反応集を紹介します。どうして？書類がないんだよー。ああ、本物か。顔が似てたばっかりに。仮に顔の問題を置いておいて生きて従軍したとしても無謀に突っ込んでいって戦死するか戦後ジオン残党に入るかのルートくらいしかないと思う、思想的に。わからんぞ、どことなくヘタレ感あるから現実知って軍を辞めるなり脱走なりするかもしれない。彼はいい友人であったが、私のザビ系の憎しみがいけないのだよ。教訓友人を選び間違うと悲惨です。シャアが下道すぎてパンフのインタビューで池田さんが困惑してるの面白い。活躍と下道さが盛られるという。シャア下道なのはエドワウというかキャスバルだろうが俺じゃねえ。やらかし。シャアキャスバル、レム、大君と出会う。シャアの目の前で先民思想に染まった姿を見せる。このくらい？先民思想に染まってなくても身代わりにされそう。じゃあ店はあのままだと何もなせずに朽ち果てることになるし、身代わりなしでコロニーの外に行けるとは思えん。こいつとガルマは本気で友達だと思ってたのに裏切られててかわいそう。しかもこいつに恨みがあったわけではなく身代わりにされてだけ。ザビ系の復讐にガルマは関係ないからな。まあガルマは一応無自覚にシャアの地雷踏んだけどこっちはうん。オリジンじゃこんな感じで情けない感じだったけどテレビ版じゃどんなやつだったんだろうな。それにしたってこのオリジン版シャアは不憫でならんキャスバルが徹底的な復讐者だったから利用できるやつはとことん利用し尽くして身代わりとして見殺しにした挙句シャアという隠れ身のも手に入れたし。原作のシャアは衝動的にやってしまったけどガルマのことはめちゃくちゃ悔やんでいたし、エウーゴでクワトロ名乗っても結局はシャアを名乗るあたり本人シャアと仲良かったんだと思う。シャア、アズナブルという存在は後世にまで語り継がれるのがせめてもの救いやキャスバルの偽名としか残らないのか。かわいそう。CV に関俊彦を起用するというな采配、程よく情けなくて若々しい声も出せるし、何よりもシャアだけどシャアじゃない枠としての説得力がすごい。キャスバルとの対比なんだろうけどちょっと残念な子みたいな性格付けされててかわいそう。本当にキャスバルが血も涙もなさすぎてよく知ってる情けないシャアと別人すぎる。こういう風に素直に感情を出せる人間だったらキャスバルもああならなかったかもな。母親が死んだ時に妹と一緒に泣いていれば性格だいぶくなってそう。それゆえに鬱屈したもんが溜まってストレス発散に酔っ払いに喧嘩ふっかけてやりすぎてるしな。なんでそっちで出てきた？ビルド特有のひねりにひねったオマージュネタ好き。いつかシャアの声優が変わる時のための下積みじゃないかってパッパが言ってた。とはいえ関さんご自身も60代だからな。あんまり話題にならないけど割とかわいそうな人。でもシャアの立場だと生かしてはおけない感はある。漫画版の方が下道さ控えめ感はある。連邦のやらかし感は漫画版の方があれだが、個人的には彼の場合は残党でしかなかったかな。探偵ごっこして慣れ慣れしくキャスバル呼びして地雷原でタップダンスしてたし、あんな気切ってるシャアキャスバル見たことなかったから、こいつ死んだなと思ってたらやっぱり死んだ。まあでもバレたきっかけは鎌掛けにシャアが引っかかったことだからね。通報せずに探偵ごっこしてくれたから助かったとも言える。通報しても取り合ってもらえるかはわからんけども、本物シャアを知らん人間からすや漫画の読みすぎと一周されて当然な推理だと思う。というかシャアエドワウまでは推理と言えるけど、エドワウキャスバルに関してはそうだったらいいのになが先行した願望がたまたま聖国を置いていただけなんで。あんなにそっくりな奴がその場に二人いて入れ替わりの可能性を考えなかったのか。ザビ家に復讐したいけど、ジオンを背負って立ちたいわけではないので、シンパはかえって邪魔なんだ。めんどくせえやつ。ガルマほどショックは与えられなかった人。ちょっとおバカなだけで悪いことしてないどころかよく知らん居候とも仲良くできる良い奴だったのに。シャア、アズナブル本物矢印広角とすごい強そう。と田舎に急に引っ越してきた正体怪しいシャアセイラ系前未成年団の代表ってだけで乗馬教えたり家族ぐるみで食事に誘ったり親切にしてくれた少年。マジでそれだけだったんですよ彼、本当に。オリジンのキャスバルは富の番と比べるとクルーゼが宇宙世紀キャラだったらって憎悪しか感じないキャラだよな。ララーに惚れたのは奇跡レベル。後でアズナブルさんが赤い彗星者、アズナブルの噂を聞いたらどう思うんだろうな。まさかうちの子が、みたいな。息子さんを死なせた真犯人に両親も殺されたよ。息子に会いに行こうとした矢先に。下道すぎないシャア、じゃなかったエドワウ元イキャスバル兄さん。過去編で話が盛られたおかげで薄味気味だったテキサスコロニーの話がえぐいごとになるというね。扉おじさんの声とは思えないくらいかわいそうなキャラだったな。シャア、アズナブルシン。オリジンから入ったから本編シャア見て、あれ？
通に結構情あるなこの人、とちょっとびっくりした。嘘だー。多少情を見せることはあっても割と平然と部下が確実に返り討ちに遭うと分かって突っ込ませるし、ミハルをかなり無謀な作戦に投入するし、冷血動物な面は TV 版もそう変わらないと思うんだが、本物シャーイアーザビケの言う通りっすよ。連邦クソザビケ万歳ジーク、ジオン、セイラーゼン、アズナブル家の人頭を抱える、エドワークソ冷めた表情。アンチオツ、私がやった犯罪的なことといえば危険が迫っていることを彼に教えてやらなかったことくらいだから。たまたま同じ顔と背格好の人間と同居して、たまたまそいつがジオンに志願して、たまたま本物シャーをよく知る両親も死亡する。ぶっちゃけこの辺無茶あるだろと呼んでて思ったぞ。同居してる本物シャアの情報をキシリア側が全く把握してないのもどうなんだと思った。シャトル上げるとこでキャスバルと本物シャアが一緒にいるの、キシリアの部下も見てるのに顔が似てると報告しないの間抜けすぎるし、この頃はもうローゼルシアが死んだことで勢力としては死に体になってる大君派なんぞより、連邦政府と切った張ったしていかなきゃいけないタイミングでテキサスコロニーに有能な諜報員回す余裕はない。キャスバルに睨み聞かせてるのはあくまでキシリア個人の執着によるところが大、このあたり議連にも釘を刺されている。大体友人犠牲にしてまでジオン本国に渡ったところでキャスバルにできることはない。できてもせいぜいコッパの反政府組織の客寄せパンダ程度か。そもそもキャスバルの方も行けそうだから行っただけで明確な目的があったわけではない。まあ入れ替わりを疑おうにもそれをするメリットがわからないって感じだったのでは。情あるよね、人間味あるよね、優しかったキャスバル兄さんだよね。それ破損としてこいつはこういうこと平然としていくやつなんですよ。っていうのがシャアだと思う。セイラさんが殺意を抱くのも無駄なるかな。まあ、気にしないで。その分因果は回ってここから先シャアは苦痛と喪失と後悔ばかりと巡り合いますから。結局本編以降のシャアの不憫さって己の業の付けの支払いなんだよな。こんなことやった末路がアクシズショックだから世の中わからんね。シャーシンもリノもキャスバルがああなるとは思ってなかったろうに。身も蓋もないこと言うと、キャスバル矢印エドワウ矢印シャーっていう名前の変遷の設定に肉付けして理由つけただけだからね。まあ変に大君シンパが同行するより、他人の戸籍乗っ取りの方が自然ではある。大君シンパに関しては、ジンバ、ラルデシンパに対して、どう動くかのスタンスが示されてるからまあ。さあ、本物に対するネットの反応いかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。